はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。パワープロ2016 A 関連守備練習だけで、甲子園を目指す続きをやっていきましょう。まあ、前回ですね、ついに、まあ、いつも終盤点を取られてしまうチームだったんですが、活路を見出すということで、低め勝負で行ってみようというので、まあ、なんとなくですね、まあ、光が見えてきたかなというところで、今回はね、その続きをお届けしていきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。今いるミートバッティングは消してしまいたいんですけど、まだしばらくいそうですね。このあと金曜日にならず者くんがいるので、そのならず者のところに泊まっていければミートバッティングは消せるかなと思いますね。でこの後2を使ってならず者に泊まっていきましょう。ペッパーでならず者に泊まり、ミートバッティングを消してくれましたね。よしよし。で総合練習で黄色マスを踏んで、できればお肉屋さんとかに泊まっていきたいので、どうしようかな。座禅を入れていきましょう。で来週の土曜日には星マークが出てますので、その星マークを踏んでいきましょうね。どうしよう。ストレッチをして励ます、スローイング1-1で星マークに滑り込んでいきましょう。まあ、ここは望月くんを押しておきましょう、プロ入りのために。で励ますにスローイング、ここはどこ行っても同じだけど、正直ナースちゃんに泊まれる可能性を信じて上に行きましょう。そしたら岩井望月は請求アップで、宇田川目黒も請求アップでいきましょう。で小俣は肩が B まで上がってきたので、どうしようかな。ここからは補給を上げていきましょう。で池上は肩 B まで上げていきましょう。今泉も肩を B、 今泉は肩 C かな。まあ、とにかく上げていきますね。で吉岡は肩がもうちょっと C ぐらいまで上がってきてくれるといいかな。で塚田は総力アップ中です。岡村も総力アップ中、村岡も総力アップ中、西田は守備力がもうちょい上がってきてくれればなというところですが、肩にこの辺りで変えていきましょう。で宮田は肩をアップ中、新倉は総力アップ中ですね。宮田はこの後補給もちょっと上げていかなきゃいけないかなというところかなと思います。で、どうしようかな。そしたらコース投げ込みを使って投げ込み変化球と、まあね、投手練習中心になりますけども、やっていきましょう。で火曜日、来週の火曜日にはドックンマスが見えてきてますので、あれに踏んでいくために5-3でいきましょう。投げ込み変化球投げ込みでドックンマスに止まっていけそうですね。で2月13日なので、明日はバレンタインデーですね。今年は誰が彼女を作るのか。岡村か。
ここは大股くんですね。キャッチャープラスにはないか。そしたら逆境プラスというか逆境丸にしますか。よし、逆境丸ね。まあ、負けてるような場面でね、しっかり活躍してくれるようになれば御の字です。で変化球投げ込み、いやコース投げ込みで一気に試験まで通過しちゃいましょう。で変化球投げ込みをして卒業式が目前というところですね。お、塚田が花粉症になったか。気持ちはわかるぜ。さあ、卒業式ですね。ここは2人ほど確かプロに行ってくれたはずですね。諸星しかない。この2人がプロ。他は本屋さん、パン屋さん、ショップ店員。いいね。大栗がならずものになってますね。大歓迎です。さあ、ここは変化球投げ込みを使って、この後スケジュール見直しを入れていきましょうか。腕立て腹筋も出てきてますんで。で素振りがいますけど、まあこれはしょうがないですね。何も起きなかったですね。誰も何も上がらなかった。で、この後はインターバル走、変化球投げ込みで八百屋ナースちゃんと止まっていきましょうか。でスケジュール見直しを使いましょう。素振りを消していきます。で守備連携を使い、この後はショップ店員のところに止まっていく感じになるかな。3ばっかですもんね。
よし、4月だ。1年生に期待だな。なんかいい選手が入ってきてくれるといいんですけどね。宇田川も制球アップ。目黒も制球。尾形補給で、池上はそろそろ補給に変えていきましょう。今泉も補給に変えていきましょう。吉岡は肩上がってきたので、ここからは、そうですね。守備力にしましょう。で、塚田は総力アップ中。岡村が総力もうちょっと欲しいですね。で、西田は肩が上がったので、守備力へと変えていきましょう。で、宮田は肩が上がってきたので、総力を上げていきます。新倉は総力上がってきたので、守備力に振っていきましょう。入学式だ。誰が入ってきてくれるかな。結構重要ですからね、1年生。7人。まずは平林は、ピッチャーですね。先発の中継ぎ、抑え、全部できます。で、コントロール、スタミナ、GG か、投手がついてるけど、高速スライダーを覚えていますというところですね。で、萩野くんですが、萩野くんはスタミナが F か。で、ナックルカーブ持ちですね。で、曽根、走塁 B についてますね。キャッチャーと外野が守れますと。で、木川は肩、守備が E。で、平川は走力が D ありますね。で、滋賀、初球丸ついてますけど、パワーが G か。で、村井は、これといった特徴はなさそうですね。今回も転生 OB はなしか。よし、頑張っていきましょう。お、女の子のマネージャーが加わったな。まあ、チームの方針はね、変わらずというところになります。これで一気に7月の大会まで進む感じになるのかな？で、次は月曜日に、ね、ライオンズ OB のところに行きましょう。平川のエラーも消してくれたか。
したらダッシュを使って感染で星を踏んでいきましょう。まあ、1年生ですね。まあ何はともあれ休息ですね。で、尾又は補給を上げています。池上、今泉、この辺りも補給。1年生の曽根は肩を上げていかないとちょっと話にならないですね。吉岡は守備で、木川一塁か。まあまずは守備ですよね。最低でもうちのチームでスタメンあるなら D までは上げてもらわないと。で、岡村は総力アップ中ですね。平川も守備。まあ1年生は基本守備になりますね。村井はこれはショートか。ショートだったらなおのこと守備力が欲しいね。西田は守備力が B まで上がったので、総力を上げていきましょう。宮田は総力。新倉は守備力アップ中ですね。1年生の志賀は守備。さあこれで特訓マスが出てくれば、特訓マスはないが、となるとこれは真ん中でそのまま行っていいですね。何気に今年はもう本当に甲子園狙っていきたいなと思ってるんでね。ちょっとね、この後チーム戦力どこまで上がってるかっていうのを見ていきましょう。1が結構出てくるな。お、数時間の予定が変更されて、なんとも言えない微妙な感じだな。そろそろならず者が出てきてほしいな。腕立て腹筋を消してほしいですね。月曜日には特訓マスが出てきてるぞ。来週の月曜日、いや今練習試合申し込まない方が良かったよな。うわー消えちゃったか。まあそうなるよね。いや特訓マスが消えちゃうんじゃないかと思ってやめたんですよ。練習試合は特訓マス過ぎた後に残しておけばよかったんだよね。もったいないことしたな。
しかも腕立て腹筋をやってしまった、ついに。まあでもね、ここで上がんなければあまり意味ないですからね。パラメーターが上がらなければ。そう、上がらなかったですね。よしよし。まあ今パワーがちょろんと上がっちゃいましたけど。まあご愛嬌の範囲でしょう。結構上がるね、みんな。さあ、ここ誰にするかだな。ここは村岡かな。広角打法欲しい。厳しいか。ここでちょっと一回アイテム使っていきましょう。なんか1とか2とかね、効率が悪いのが多いですね。今のは握力ですよ。やったのは。お、いいじゃん、いいじゃん。特訓マスがいきなり踏めたのは大きいな。塚田かな。広角打法欲しい。よし。塚田が広角打法になったか。なんとかね、甲子園の予選大会1回戦ぐらいまではこの回でお届けしていきたいと思います。まあ、合宿はやるんだけどね、やるんだけど甲子園大会の予選大会の後ですからね。まずは甲子園に出るところ、前評判 D の方向と戦うのか。また1回戦負けとかやだな。で、7月になりましたね。なんかこれパタヤっぽいな、今のビーチの演出。望月はここでじゃあ、スタミナを最後上げていきましょう。岩井は球速アップ。宇田川、目黒、まあ、この辺りは制球球速アップが変わらずですね。で、小又はここに来て肩を上げていきましょう。もう最後ですね。今泉は補給が上がってきたので肩。吉岡は守備を上げていますが、もう上がりきるので総力に変えましょう。で、まあ、このあたりはいいですね。
うん、いいでしょう。まずは1回戦なんとか勝ちましょう。まあここは西田でしょう。まずは先制点を取りたいですね。さあ4番の西田くんです。で相手の戦力分析は総合戦力は D、 意外性が高い以外はでもさほどではないですね。八千代農業高校投手は先発山際、そんなにストレートが速くないですね。五十嵐は天性プロですね。これはヤクルトにいた五十嵐でしょう。さらに林、これは巨人の林かな。で、野手の方はというと、1番の姿は走力が高いですね。2番の設楽はミートが D、 3番萩野はバントが丸です。パワーは C ある。4番小笠原、これ天性 OB の小笠原ですね。この風貌を見る限り日本ハム、巨人、中日行った小笠原ですね。安倍比、パワー比、広角、威圧感持ってる。強そうだよな。俵がいて、山際、大貫、米山、まあ、警戒するのは、やっぱ小笠原ですね。まずは、2回の裏、4番、西田くんからのバッティングになります。これはうまく打ったけど、どうだろう。俵がエラーをして、1塁がセーフになります。で1点、そのエラーからチャンスを広げて1点取ってくれましたね。シュートを空振り。2球目、これは全力ストレートですね。1塁はアウト。さあ5回の表の守備になります。もうここは低め中心理論でいきましょう。ツーアウトランナーが2塁。これはレフト前ヒット。まあ、ただね、大きな当たりにされない、長打にされないっていうことが重要ですからね。スライダーが決まってワンエンドワン。スライダーを2球続けて、3球目もスライダー、これはポップフライですね。この回は0点でしのぎました。もう 1,2 点取っとかないと心配だな。2番の新倉くん、ワンアウトランナー3塁1塁の場面になります。ここはスクイズでいきましょう。よし、ちょっとね、今のバントだとスクイズ危ないかなと思ったんですが、バッテリーの判断はファーストでした。ツーアウトランナー2塁で3番岡村、これはうまく打ったぞ。レフトの頭を越える。これはシングルヒットですね。で4番の西田ですね。西田もね、ちょっと大きいのが欲しいですね。もうちょっと、ここはフォアボール。で5番の村岡です。2ボール1、それから第4球目はストレート127キロが決まってます。ストレートを打ってファーストゴロ。さあ9番の宮田くんです。宮田は阿部日持ちなので、
ここは打たせていきましょう。まあ、最悪ゲッツーのリスクもありますけどね。よし、これは抜けるね。よし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 、一塁もセーブ。これで1番の吉岡へと戻ってきます。シュートが決まって追い込まれましたけど、これはうまく流し打ちですね。よし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 、すごくいい感じで点を取ってくれてる感じですね。ここ近年にないつながりを見せてますよ、打線の。これは切れていきます。スリーボールワンストライクとなって、全力ストレートを打って、これは犠牲フライになるでしょう。そしてクリーンナップへとつながっていくところで、ピッチャーが五十嵐へと変わっていきます。五十嵐ってナックルなんて持ってたっけな。なんかストレートとカットのイメージがありますけどね。これは一塁はアウトです。さあ今度は守備になります。7回の表ノーアウトランナー2塁。もうここはね、0点でいってほしいですよね。ここで代打を送ってきましたが、やることはもう変わらず低めです。ここはフォアボール。まあ低めでね、フォアボールになるのはいいでしょう。この後長打を打たれないことの方が重要です。これは抜けていく。これでワンアウト満塁か。ちょっと怖くはなってきますね。伝令送りましょう。決め中心ゲッツーが欲しいな。9番バッター3年生の米山、打率1割2分7厘、打点1。これはナイス、うまい。一塁はおー、ナイスプレーだなー。今のプレーは本当に助けられるプレーですね。まあ、1点は覚悟をしなきゃいけない場面だったと思うんですけど、きっちりとね、ゲッツー。難しいボールでしたけど、ゲッツーにしてくれましたね。さあ、4番の西田くんです。外して、これは巨人の林ですが、一塁から二塁ベースカバーのピッチャーに送ってワンアウト。さあ8回の表ノーアウトランナーが一塁ですが、ここで、投手を変えていきましょう。まあここはね、低めでいきます。これ大きい当たりだ。追いつくか。宮田なしで追いつけなかったか。これでノーアウトランナー三塁一塁。まあでもね、ここも動揺せずにきっちりと低め中心でいきましょう。ストレートを続けていきます。ここはボールは浮きましたが空振り三振。ただね、危ないボールですよね。今みたいに低めを投げたつもりが上がっちゃうようだと、ボールがね、浮いちゃうようだと。そして4番の小笠原を迎えます。これはナイス、うまい。ただナイスプレーでした。あー、しまった。低め中心を選ばなかったですね今。かつ宮田がエラーをしたか。打たれた。これはボールが浮いたけど追いつくね。宮田今度は追いつく。
よし。一回戦目突破にこんなに熱くならなきゃいけないっていうのもね、ちょっと微妙ですけど。9番の宮田。ここはフォアボールを選びます。で、1番の吉岡か。林はもうバセてますね。これはゲッツーになるぞ。まあ、吉岡の足でもアウトならしょうがないですね。さあ9回の表最後です。まず1人目打ち取るところまでは3年生の岩井に任せましょう。低めに投げてね岩井くん。ここはちょっと伝令を送りましょう。バテてるような感じがありますので、これはライト前ヒット。慎重に攻めてほしいですね。ここはよし。これは岡村から二塁送って一塁へ転送、ダブルプレー、ナイスプレーです。でここで投手を変えていきましょう。どうしようかな、宇田川に変えておきましょう。ここももちろん低め中心です。ワンボール2ストライクから第4球目、全力ストレート145キロまでは出ますね。最後はナックルカーブ。久々の公式戦勝利だな。いやー、なんとかね、低め中心のプレーでこの先も勝ち進んでいきましょう。はい、というわけで今回は夏の甲子園予選大会の1回戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は2回戦以降ね、しっかり勝ち進んでいくところをお見せできるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回も最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。